梅雨前線到来中ですが、梅雨明けの旅行の予定はそろそろ立ててもいいかもしれません。 JR 東日本ビューダイナミックレールパックではただいまタイムセールを今まさに今ですよ実施しています。しかも今回から北陸新幹線と特急電車踊り子号も対象に加わりました。あ、でもほら早くしないと終わっちゃうぞ。終わっちゃいましたということにならないよう早めにチェックされてみてください。 JR 篠の一線松本駅にやってきました。松本駅から東京の新宿までですね、特急電車が1時間に1本出ます。次の発車は15時10分、あと2分しかありません。これじゃ間に合わないじゃないか。大丈夫です。本日はラッキーで5月26日の日曜日でして、15時10分のその3分後、15時13分発の新宿駅特急も出ます。特急の続行運転ですね、まあ、一応3分先発の特急に乗れるに越したことないと思ってホームへやってきましたが、案の定出て行ってしまいました。何の問題もないんですけどね。あずさ号は需要が多い時期、特に夏とかはね、土日には本数が増えるんで便利ですよ。松本おばさんの丁寧な放送です。4番線から特急あずさ78号新宿行きが発車します。松本を出ますと次は塩尻に停車いたします。本当に丁寧、列車の号数まで読み上げてくれますからね。この列車は特急あずさ78号です。通常はね、あずさ2号から始まりまして、この時間帯はあずさ40号、42号、44号、46号と続くんですが、臨時列車は70番、80番の番号から始まります。だからあずさ70何号とか言い始めたら、あ、これは毎日運転の列車じゃないなと分かるわけですね。僕のね、号車は何号車だったかな、別にまあどこでもいいんだけどね、赤いランプがついてるところに座ればね、途中停車駅が多いんですよ。小淵沢、韮崎、甲府、伊沢温泉、山梨市、円山、大月、八王子、立川に停車いたします。これちょっと長いですよね。これ車内座席上にランプがついてるんですけれども、赤と黄色のランプのところは空席です。ほとんど埋まってます。ガラガラじゃないか。こんな列車走らせて意味あるのか。あるんですね。この列車お客さんが全然乗ってないのも当たり前で、さっき3分前に先発の特急が新宿へ向けて出て行ったばっかりですから、もう先発の特急にみんなお客さんが吸収されて、この列車ガラガラなんですよ。じゃあなんでこの列車走らせてるのかっていうのは、まあ、JR 東日本さんもプロでね、まあ、そんなお客さんの動向なんて全部お見通しなんですけども、3分先発したあずさ42号は途中停車駅9駅なんですね。でそれに対して今僕が乗っているあずさ臨時78号は16駅も途中止まります。停車駅を多めに設けています。先発だったら止まらない、下諏訪、富士見、小淵沢、韮崎、伊沢、山梨、円山、大月に、まあ、かなりたくさん止まりながら新宿に向かうようになっています。でそれで今ガラガラなんですけれども、この先多めに設けた停車駅からお客さんがこうゾロゾロこの列車に乗り込んでくるという仕組みなんですね。まあ、しかし今僕が向かっているのはこのわずか2駅先の15時38分着の大岡谷駅です。まあ、大岡谷まで20分あるね、それでも結構遠いんですけれども、僕すぐ降りちゃうんでガラガラ状態のまま、最後までこの列車を堪能できそうです。あれ、村井工事しますね。列車の速度は多分120キロぐらい出てるんじゃないかな。この区間早いんですよ、松本を出てからしばらくは。基本的に臨時列車ってやっぱり定期列車と比べるとちょっと速度が落ちちゃうんですけど、まあ、110キロぐらいか。岡山で途中停車駅の数は変わらないんですけれど、先発のあずさ42号だと18分で行くのに対して、今乗車中のあずさ78号は21分かかります。停車駅一緒なんですけど3分多くかかるんですね。まあ、この先の方でね、反対の列車との行き違いの時間を調整したりとか、前の列車のこう追い抜きとかのタイミングがあったりとかして、それでどうしてもちょっと時間が普段の運転している列車と比べてかかるようです。とはいえ早いですよね。まもなく塩尻に到着いたします。ぶどう芽吹いてきてますね。ぶどうクリンダクさんってきたな。ぶどうはちょっとまだ時期じゃないんで。リンゴジュースあるんですよ。これ500円でしょ。こんな立派なの500円でいいのと思ってね。あ、ダメだこれ。これ一度開けたらもうおしまいのやつだ。あの昔のね、特急だったらこう栓抜きがついてたんですけどね。50年遅かったな。
遅いって、いやこの列車も遅いですね。公園で手振ってるこのお手振りが見えましたよ。そう、やっぱり多分さっき3分前に行った特急がまだ前の駅に止まってるとかなんかそれの関係なんじゃないかな。いつもだったらこの区間もっと出してますもんね。はい、塩尻出ました。塩尻出たらだいたいいつもめちゃくちゃ飛ばすんですけど、多分今日は飛ばさないな。次の岡山での間、あの塩尻峠というところの地下をトンネルで抜けていくんですけれども、そのトンネルがものすごくよくできたトンネルなので、時速120キロ、130キロでぶっ飛ばすことができます。ただ前の列車との間隔がやはりまだ近いのでスピードは出さないみたいですね。まあ間隔だけじゃない、いろいろな理由があるらしいんですけどね。お、やっぱ田んぼの人が手振ってくれました。これ、ね、窓から太陽が見える場合は自分にものすごく光が当たってるんでね、結構こう手にもこう光が反射するじゃないですか。これで振ると見えるんですよ、沿線とかの方にもね。だから太陽が見えるってことは沿線から車内が覗き込めるっていうことなんで、こう手を振るとね振り返してくれることあります。そしてこの列車が臨時列車だからですね、多分先発の特急だったらもっと速かったんでなかなか見づらかったと思うんですけど、今時速80キロぐらいで流して走っているので手を振った姿を見てもらいました。なんかあっちの方が速く見えますもんね。今こっちも100キロぐらいになりました。そして遠霊トンネルに入ります。まず緑子駅からか、この駅を過ぎたらトンネルですね。まあ、結構速いですけど、もっと本当は速く走れるんですよ、うんと速くね。じゃあ降りる支度しなきゃな、抜けたらもう到着です。着いたなと思ってたね。あずさ78号は当駅でちょっと止まるみたいですね。発車まで少々お待ちくださいと言っていました。まだどうも信号が赤になってるみたいですね。やっぱり概念的にはこういう臨時列車というのは普段列車が走っていない空きの時間帯に、まあ、ちょっと無理やりねじ込んだような列車になります。それにしては中央線の臨時の特急はみんな素晴らしい速さだと思いますが、多分今反対からやってくる列車をここで待ってるんでしょう。こっから先の区間は単線ですからね、反対から列車がやってくる場合道の譲り合いが必要です。はい、来た来た来ました。反対からやってきた普通列車、あの普通列車が岡谷駅の中に入り込むまでは出発を待たなければいけなかったあずさ78号でした。普通列車のために特急様が待ってやるなんて何事だという感じなんですけど、あの普通列車は毎日運転の列車なんでね、毎日運転の列車の時刻を、まあ、今日だけ走る臨時の特急列車のためにあっちを調整するっていうのはちょっとハードルが高いのでできなくはないんですけれども、そういうこともあるんですけれども、まあ、ちょっとそれはハードルが高いので、特急あずさ78号は反対の普通列車がやってくるのを待ち、今信号が青になったみたいです。見えるかな、なってますよね。ということであとは時間になったのを確認して発車すると思います。このように中央本線では特に登山客が多くなる夏の土日、日曜日ですよね、とかに特急電車の運行本数を大幅に増やすことが多いです。時刻表であれ、もしかしてこの日は臨時列車の運転があるんじゃないとかですね、あずさ号は1時間に1本だと思ったらもっといっぱい走ってたみたいなこともあるので、ご利用の際はちょっと調べてみるとお得かもしれないですね。臨時列車でも、ね、早めに購入すると割引とかの特典を受けられることが多いです。一部旧型車両に乗れることもありますね。じゃあこんな感じでありがとうございました。梅雨前線到来中ですが、梅雨明けの旅行の予定はそろそろ立ててもいいかもしれません。 JR 東日本ビューダイナミックレールパックではただいまタイムセールを今まさに今ですよ実施しています。しかも今回から北陸新幹線と特急電車踊り子号も対象に加わりました。あ、でもほら早くしないと終わっちゃいました。ということにならないよう早めにチェックされてみてください。